株式会社スチームシッププレゼンス SS ぶっちゃけレディオ SS ぶっちゃけレディオパーソナリティ株式会社スチームシップのアリサですキャプテン CEO のライト藤山です この番組は地域密着型ふるさと納税支援事業を行っている株式会社スチームシップの代表、ライター藤山の考え方やマインド感などをもとにスチームシップのありのままをお届けする番組です。ということで、第9回目の、9回目、はい、レディオが始まりましたが、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ大体2週間ちょいぐらい間が、うん そうすね空いちゃったのかなまだかまだかとはいいろんなところからお声をいただきありがとうございますいただいてるのかないただいておりますいただいておりますはいはいついに第9回目の配信となったんですけれども最近もね9月に入りましてまた新たな入ュ員ジョが1 6六7名ぐらい1 6名？7名17名ですあっ17名はい 入ってまたまた賑やかになってきたスチームシップというところで,ねですね。はい、あ。まあ二週間ちょっぐらい経ってるんで少しだけなんかスチームシップの今というところも少し話せたらと思いますけどはい、はい、拠点もどんどんオープンが近づいてきてますね。そうなんですよ。最近だと、うん、え札幌の方とか。札幌そうですね十一月札幌。十一月オープン。はい、横須賀。横須賀。 それから岐阜市、うん、岐阜市はノブナガポルトということでこそう名前はね、うん、ノブナガポルトなんですけどポル通称ノブポル通称ノブポル、はい、ノブポルの、うん、ノブポラの方々が<今>はい ノブポラもまだ今研修中でついにノブポラ第1号第2号行ってきましたね今社ハサミで研修中ということでまあ新たなクルーもジョインしているスチームシップですけど今日も皆さんにライター藤山の考えてることを ありのまままままででおおおお届けししししてていいいいきたたと思っておりりすのわかりましたよろく願あこのラジオですね、はい、結構その採用面というかどういうところ求めてるのとかぶっちゃけ会社の中身どうなってんのとかそういったところを結構お話ししてきたんですけれども今日はちょっとだけ路線変えましてそもそも、えー、とスチームシップってふるさと納税支援事業を地域密着型で行ってるじゃないですか。はいはい で多分です、ね、私思うんですけど、うん、この「レディ」を聞いてる人の中で、うん、うわスチームシップってなんかすごいいい会社だなって思ってるけどうん、うん、ふるさと納税ちょっとわかんないなみたいな人いると思うんですよ。 だからそういう人たちのためにもっていうのもあるしエントリー考えている人だけじゃなくてスチームシップせっかくあのふるさと納税支援事業をやってるんで中にいるからこそわかるふるさと納税についてっていうところを今日、ちょっと話していけたらと思うんでなるほどライタ・ー、はいはいまあ、藤山的ふるさと納税解説じゃないですけれども。はいうんうん その辺をお話ししていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。はい。はい、ちなみにライタ富山とふるさと納税の出会いっていつになるんですか。2015年の4月2日ですね <laughs>。明確ですね。はいはいはい。 なので、もう十年くらい。あん、うん、あ、それは、ね、その、うん、別に自分が寄付者としてそう利用する側というよりかは、はい、そのビジネスの中でふるさと納税っていうものに出会ったって感じ、うん、そうですそうです。うん、ああ、なるほどなるほど。あ前も少しこのラジオだったかな、うんうん、ちょっと話しましたよね。うん、そのふるさと納税の可能性を感じた話。はい。なるほどなるほど。うん、まあ。 そうですねそのふるさと納税やったことある人はなんとなくわかるかもしれないですけれども、はい、市場としては右肩上がり続いてる市場ですね今、市場規模どのぐらいあるんでしたっけ、うん、あは1.1兆円<ー>、うん、最大だとライター、大まあ、藤山的計算によると2.5兆円。うん それは日本にいる人たちでふるさと納税ができる人たちが全員やったら、うん、そのぐらいのことになるよだ、はいたい今半分に迫るぐらいで、ねうん、伸びてきてるってい、ね、うんですね、うんうんうん。なるほどなるほど。まあ、ちょっとそもそもふるさと納税っていうところを少しだけ MC ありさから簡単に全く知らない人たちに向けて、うん。うんうん ご説明だけ少し入れたいんですけれどもそもそも皆さん住んでいると住民税なりなんなり税金をその町に納めてると思うんですけれども、うん、その一部を自分が住んでないところにもこう寄付ができてでそのお返しにその自治体から返礼品がもらえますよっていうようなざっくり言うとそういう仕組みですよね。はいはい、これってなんでそもそもできたんででででででそそそそももきたすすすすかかふるさと納税って国の施策ですよねででううだら 基本的にうん、うん、日本の場合って東京一極集中で、はいはい、まあ僕もそうなんですけど、うん、18歳までは佐賀で育って、で大学就職ってなった時に、うんうん、初めて、ね、就職してお金、税金を納めるわけなんですけど、うん、納税者になった時はうん、うん、東京にいたんですよね。ああ、そうか。うん、なるほど。なので、 まあ、佐賀に育ててもらったのにうん、うん、納税は東京にしてるみたいな人、ね、ってめちゃくちゃ多くてそうすると当然税収が偏っちゃうんでまあそうですね、うん、人口が集まってるところは税収いっぱいあるし出ていくところはもうないないってことか少ないそうです,そうです,そうです、うん。 なので、まあ、もちろん地方交付税とか地域にこう分配されるお金も一部あったりするんですけどはい、はい、そういうところをなんでしょうもっと地域の力をつけるっていう意味でうん、うん、総務省が、まあ、2008年にふるさと納税うん、うん、あじゃあ結構長いですね、うん、そうでただできた時はまだ全然その市場として市場規模がなくて。うんうん 平成26年度が388億<ー>で自分が出会ったその平成27年度うん、うん、まあ西暦で言うと2015年なんですけどそこが1652億で一番伸びた 1>, あの1年間伸び,率が 1> 伸び率で言うと一番伸びた 1>, あの1年間4倍ぐらいになってるんですけどそこからあの右肩上がりで。 2844億、3653億、みたいな感じでずっと上がってきて、今1.1兆円と。 うん、いう市場まで大きくなってきているということですね。なるほど、なるほど、いやまあなんかふるさと納税ってちょっと難しそうっていうか、うん、まあやっぱそう税金のこともあるし、うん、でなんかとっつきにくいなみたいな感じでやってない人たちも絶対いると思うんですけど、うんうん、絶対やった方がいいですよね。間違いないです。いやそうですよね。うん、はい、うんうんうん。なるほどなるほど。うん まあ、ちょっとかぶるかもしれないですけどふるさと納税と出会った時に可能性感じたって言ってたんですけど、はい、どういうところに可能性を感じたんですかそのビジネス的な視点でビジネスそうっすねふるさと納税に可能性感じたのは。うんうん これまあ確かに確かに。っていうのが一つ目なのと市場規模で考えた時に僕が出会った時は前年が388億で出会った時の年度に1652億という伸びになるんですけど当然1652億ってまだ閉まってないじゃないですかだから分かんないじゃないですか。かんんないすけど その体感としてめちゃくちゃ寄付来るやんみたいな体感があってでそれがまあ最終的な数字で見ると1652億という数字だったんですけど、うん。うんうん そういうものって世の中探してもないんですよね。その三百八十八億円のマーケットが。一年で千六百五十二億円になりましたみたいな。市場が他のいろんな市場あるじゃないですか。はいはいはい。いろんなね、例えば、そうです。例えば、もう変な話、占いの市場とかあるんですけど。うん、<laughs> 占いの市場って実はめちゃ大きくて。えー、そうなの。<laughs> めちゃ大きくて。と、二兆円ぐらい実はあるんですけど。あるんすよ。あるんですよ。あるんですけど、その <laughs>、えー。 いろんな市場がたくさんある中でその伸びてる伸び率でそんな1年で4倍とかしかも388億から1652億っていうはい、はい、1000億を4桁億円を超える市場の伸びをするようなマーケットってないんですよね探したら、ねうん。なのでソーシャルゲームの市場で。 どれぐらいなんだろう今ちょっと調べますけどうん、うん、ソーシャルゲームの市場で今ちょっとファミ通ゲーム白書、うん、ファミ通のゲーム白書から見ると、はい、ゲーム市場国内のはい、はい、国内のゲーム全部オンラインとかはい、はい、全部家庭用とか全部表して2兆円なんですよでそのうち例えば家庭用ゲーム機だと2000億円とかはい、はい、そうなんだ。うんうん なるほどじゃあすごいですね。すごいんですよ。家庭用のゲームで二千億とか、えー、でまあ言うてもそんなねそっからまた何兆円とかに急になるわけじゃないので,ですよ、ね、確かに確かにうん、うん、なるほどね。そうなんです。 じゃあ,、まあすごい伸びだし、うん、でまだ伸びしろがあるしあ<れ>っていうところで出会ったわけなんですほどふるさと納税って、まあ、たまにそのニュースとかでも出てたりしますけれども、うん、そのさっき言ったみたいに東京一極集中を是正するためのふるさと納税じゃないですかうん、うん、でも逆にその東京からしたら、まあ、そのふるさと納税によってこう減収というか。 姫みたいなうん、うん、やめてくれみたいなのが出てたりすると思うんですけど、うん、それに対してはどう思いますかライター藤山的には,はい、はい、あビビったるもんなんすよね言うても、うん、あんなわわわ言ってるって言ったらあれですけど、はい、言うても東京にとってはビビたるものだとそうですそうですそうですうんでかっていうと例えば川崎市のふるさと納税の流出額っていくらか知ってます え、全然わかんないでもなんか結構出てそう、うん、そうえっとね調べたら、うんえー、18億いやでもすごい数字ですよ18えふるさと納税税収で115億を失いなのでうん、うん、えー、115億なのかなう,ーんうんうん そう、115億失ってるんですけどすごい金額ですよね思うでしょでうん、いやすごいただ川崎市の収入っていくらだと思います、うんうん、えー、115億出てっちゃってそれでもプラスなのかな全然川崎市のめちゃめちゃ多いんですよあのー、人口がそうあ,<ー>あの。 えっっとね、いくらやったっけなちゃんと調べてからいかんと言ったんですけどすません急に振っちゃったからいやいやあのごめんなさいまあまあ何も打ち合わせしてないですからねそう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  <laughs> なんですけど、うん、パーセントで言うと、うん、例えば一般会計の予算で8600億とかうん、うん、なので令和5年度の8600億、うん、が予算でああな,なるほどだかもう9000億弱ですよ なるほどただまあビビタルって言っていいのかわからないけど言うてもっていうところなんですね。でその中のやっぱりそのなんだろうその地域から川崎に言ったら移住して来てる人たちがめちゃめちゃ多いのでそもそもね増えてるので人口として。ななるるほほどど じゃあまあそれで増えてるんだからって言ったらあれですけど、はい、そのふるさと納税で外に、まあ、だから移住してきた人が自分たちの地域に対して寄付をするっていうのは別に微々たるものというかそうかそなんですよ例えば、うん、その令和5年度が8672億で、うん、令和6年度が8712億で、うん、40億ぐらい増えていたり。うんうん す,ね、するんですよね、<ー>その年々、そも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 なるほど、ね、そうな,んそうな,んですなのでその、当然人口が増えるんで、収入増えるじゃないですか、住民税という感じでなのでふるさと納税としては、まあ、そこが狙いというか、<ー>その増えているところを分散していくみたいな地域の方にっていうような趣旨で作られているので。 まあ川崎市というか都会が流出するっていうのはうん、うん、むしろ趣旨に合っているのかなと。そうしようと狙ってこの制度を作っているわけだからってことですよね。なるほどね。はい、なるほどなるほど。まあ市税収入も三千八百五十四億と三年連続で過去最多となっているんで。えー、そうなんですよ。そうなんだ。そうなんです。そうなんです。 なるほどね、うん、でもなんかそのふるさと納税って各自治体同士が、はい、まが言うたらこういろんな返礼品を出して、うん、なんていうんですかねこう税収を得るために売りに行く感じがあるじゃないですかはい、はい、だから絶対今までの自治体にはなかった動きみたいなところがあると思うんですけどうん、うん、そういうのもなんかいい,いい動きではありますよね、うん、自分たちで税収を集めに行くじゃないけど。 まさにおっしゃる通りで。な,な,なるほどね。あの、ふるさと納税めっちゃすごいんですよ。うんうん、まずうん、うん。そも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 。制度自体。めちゃめちゃすごい。うん。どういうところめちゃくちゃいい制度。いい制度。めちゃめちゃいいです。おというとあの、これは、本当にタイトルにしてほしいぐらいなんですけど。はい。ふるさと納税日本救いますからね。おお<ー>。で、 ふるさと納税がなんで日本を救うかって、はい。これね、まだ気づいてる人少ないんですよ。 このふるさと納税を日本を救う、うん、ということにそう僕が今考えてるふるさと納税のすごさみたいなはいはい着目してる点があるんですあるある部分があってあ,<ー>ある観点があってえー、えー、それは別にシンプルに地方の税収が増えるとか、うん、そういうだけの話じゃないそんな簡単な話じゃない <laughs> そうなんそんなもっとスケールが大きい仮説があってほうん、めちゃめちゃ「確かに」みたいな 3点がに<う>気づいたんですよね。それ最近気づいた最近いや結構前から気づいてていはい。え何ふるさと納税がなぜ日本を救うか、うん、まあ、うん、一般的にふるさと納税って地域が盛り上がるとか地域活性化とかっていう文脈で語られたりとか。うん しますし先ほど MC アリサが言った通りその都会からの流出どうすんのとかまあなんかその税の取り合いパイの取り合いみたいな観点で語られるじゃないですかそうですねそのイメージはライター藤山もちょっとそこには違和感あってそのパイの取り合いとかっていうよりもちょっと違う別の視点を持ってるんですようん何次回に回します 引っ張るやんいやいやそれはね引っ張るやん引っ張るやん引かりましたじゃあ言いますようんいやもうぶっちゃけレディオなんでこれどんな人が聞いてるかわかんないの確かに聞かれちゃったらこれ大大丈夫ですか大丈夫です大丈夫ですむしろみんなに知ってもらいたいじゃあぜひお願いします何そもそもなんすけどふるさと納税できる人ってはい。 収入が多い人じゃないですか。すね、当たり前の話なんですけど。収入多ければ、払う税金も多い、ね。そうです、そうです。はい、例えば、わかりやすく考えたときに、年収1000万の人が納める住民税って大体、だいたい10%なんで、100万円くらいなんですよ。で、そのうちの8割は、うん、 その町に納めないといけないいいとけです100万円のうちの例えば80万円とかは納めないといけない、はいはい、けれども残りの2割分に関しては、うん、まあ20万円分ですよねふるさと納税で、うん、自分が住んでる町以外にも納めることができるそういう制度なんですよね。ね上限が決まってる、はい 2割分だったら自分の地元だったりいろんな町を納めたいよね。そこから、じゃあその20万円の約3割、うん、まあ6万円分の返礼品が、うん、まあもらえますよということでここまでみんなわかるじゃないですか、はい、じゃあ年収1億の人だったらってなった時に、はい、当然住民税も10%なんで1000万円。はいで その町に納める金額は割200万円がまあふるさと納税できるよという形で考えると思うんですよね。ていう感じでどんどん上げて考えた時に、はい、まあふるさと納税たくさんできるようになるじゃないですか。うん、なんですけどうん、うん、一方で、うん、例えば年収10億円の人の取られる所得税って何とか。うんうんうん いうと、はい、まあ累進課税で考えたらもう大体半分くらいは税金かかっちゃうんですよ。10億円稼いでる人って5億円くらい、まあ、もっとあの税金を納めることになるんですけど、はい、でそうするとそういう人たちってどうするかっていうとそ、うん、そもそも海外行くんですよ、うん、あなるほど。うん 日本にいるともう税金で取られる分が大きすぎちゃうから海外に海外行こうとだって海外で同じ10億円稼げば残るお金が8億円残りますよってなったら海外に住所移しますよねいやそうなりますね普通に考えるとそうそういう人たちって結構いて実はめちゃくちゃいるんですよで 日本からすると、はい、やっぱり日本に税金を納めてもらいたいし、ね、当たり前ですけど、うんうん、日本の税収を上げたいじゃないですか。で,、ね、でしかも、その、300万円稼ぐ人を、うんうん、例えば10人集めると3000万円、100人集めると3億円。はいはい、ってことは、10億円ってことは、 300倍ぐらいあるわけですよ。でってことは一人は一人で。うん、でかつ納税額で言うともっと多いんですよね。ーパーセントが多いんでなるほどなるほど。だから非常にありがたいわけです<ー>そういう人たちが日本にいるはい国,に国にとっては。なので 結論めちゃめちゃ稼げる日本人を日本に住まわせるっていうのは、うん、日本が税収を取る戦略としてはめちゃくちゃ重要なポイントになるんですよ確かにそうでしょう確かにだからそういう人たちが日本に住みたいなって思うような政策をしとかないと逆に日本から出たいなって思うような制度になってるとなるほど,どん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 実は税金って取れないんですよなるほど、うん しかも日本の借金って1000兆ありますからね。で考えたときにやってきたぞふるさと納税の登場だカモンベイ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 ですよ。ちょっと山あらしと思ったでしょ今今一瞬山あらしさん来られるかなと思ったでしょいらっしゃったかいやいやいやもう時代は常に進んでるんで急にぶっ込んでくるう。 ぶっこみレディオなんで違う違う名前変わってるからぶっちゃけレディオなんで普通に間違えた変ない普通に間違え全然違うから普通に間違ったんですけどでもそこで本当にやってきたのがふるさと納税だと思っててなるほどねこれどういうことかってうとふるさと納税があればさっき言った二割分は要は還元されるんですよねまあもっと言うとそう。 自分で納税先を選べますと。はい、今まで、例えば港区に納めてましたっていうのが、うん、例えば10億円自分が稼いでたって考えたときに、はいうん、そのうちの10%の1億円のうち8000万円は港区に当然納めるけれども、はいはい、そのうちの 2, 2割分の2000万円は、うんうん それこそ、ハサミ町に納めてもいいわけですよ。そうですよね。うん、そしたら、その2000万円のうちの3割である600万円分相当の返礼品がもらえると。うんうん、で、当然2000万円一発で寄付をしてもいいけど、いろんな、うんうん、例えば全国に2000自治体、まあ、1788の自治体があるので、うん、いろんな町にちょこちょこ納税もできるわけですよ。確かに。そしたら、その日本全国のいいものと、うんうん 出会えるしめちゃくちゃねレビューとかにも書いてくださってるんですけどこんなおいしいもの出会ったことないみたいなレビューがある通りやっぱり日本の地域にいいものめちゃめちゃ眠ってるんですよねでそれってやっぱなかなか流通しないものだったりっていうのもふるさと納税めっちゃあってなるほどまさに我々の仕事はそういう仕事じゃないですかそうですね掘り起こしてそう掘り起こして要はもううちのライバルは 某百貨ちょっと言うともう。ちょっと言うとちもっと言うとだって某百貨店のねエースバイヤーがいろんな地域に入り込んでいい梨だったり社員だったり桃だったり魚だったり取り行くんすよ。だけどやっぱりそれなりの大手の百貨店さんなんで家計率が低かったりそうやっぱり値段叩かれるわけじゃないですか。 だけど僕らはふるさと納税はと税そういういいいことしななじゃないですかしないですねだからそういう生産者の人たちにもしっかりと要は粗利稼ぎがある状態で物が売れてなおかつそれをその日本でしっかり稼いだ人たちがとつなぐことができる確かにそれでファンになったらふるさと納税以外でもリピートするかもしれないですしねそうですそうですうん、うん だからまあ話長くなったんですけど結論何が言いたいかっていうとふるさと納税があるから日本に住もうって思う日本人が増えるんじゃないかなって僕は思ってるんですこの制度を見た時にこれどこの新聞メディアはまだ一切出てないんでこの視点でふるさと納税を語ってるメディア一切ないのでこれは,は「声を大にして「ライター・藤山のこの「レディオ」で。 一発目言ったったぞと。エビデンスをね。残し残したいくらいなんですけど、うん。いやでも確かになんかその数字でちゃんと今さっき説明してもらって。うん、い。やでも確かにそうだよなみたいな。そうなんですよ。うんなるほどね。そうだから僕らがやりたいこととか思ってることで言うと、うん、もちろんその地域とか地方を盛り上げたいって思いはあるんですけど。いやそれ。 よりももっと前段階で日本自体もっと盛り上げたいっていうのがあるんですよいやめちゃめちゃ広いとこですけどでもそこにつながりますよねそうですだから東京対地方とかそういう視点じゃ全くなくて争っとる場合じゃないとパイの取り合いとかじねみたいなふるさと納税っていう制度があるおかげで稼げる日本人が日本にカムバックするかもしれへんでと確かに。そうだから東京だ 中田とかじゃなくて、ああ日本に帰って来いよと。 稼いでるあなた。確かに。シンガポール行って YouTube の番組やっとる場合じゃないよと。帰っておいでと。帰ってきてくださいと。確かになる。いや、あっちゃんめっちゃ好きなんですけどね。あっちゃんのことめちゃめちゃ好きなんですけど。そうだけど、そのやっぱり節税とかっていう観点で海外行っちゃうんですよね。相続税だなんだ、さ、マレーシアだ、さ、東南アジアだってなってると思うんすよ。絶対でもそうなりますよね。それちっちゃないですかって、その考え。だって、 僕がやっぱり熱い経営者の人たちと会います、うんはいで。特に地域の経営者の人は皆さん熱いです。うん、その人たちがおっしゃるのは、うん、いや僕はね、うん、ふるさと納税しないんですよっておっしゃるんですよ。うんうんえー、なんでですか、うん、いやだってこの街が好きだからって。 おー暑いでしょ暑い。そう。だからその人たちは、そ,ちね、そう。そこに住んでるからこそ、うんうん、その町にもっと貢献したい。だからこそ、自分たちはそこの町に納税するんだっておっしゃってて、うんはい、それはそれで暑いじゃないですか。そうですね。選択してそこに納税してるわけだから。そうそう ふるさと納税してくださいだけがメッセージじゃなくて僕らは、うん。僕のメッセージはいや日本全体をもっと活性化しましょうっていうのがメッセージで、うん、海外に行っちゃってる日本人は、うん、いやもうそんなね海外行ってね、うんうんうん 何ですかと。節税ですかと。<laughs> うんうん、いや、しょっぱいですねと。はいはい、もうじゃなくて、<う>日本来て、いや、もちろん税率高いですよと。うんまあね、だけれども、ふるさと納税ありますよと。確かに。うん、準備してますよと。そうです。だから、いっぱい納めてもらって、うん、で、かつ、 フルさン農園もいっぱい知っていただいて、いろんな日本の地域の魅力、うん、そういうものを知ってもらえれば、うんうん、海外行く時間ないですよ。確かに。海外より魅力的なものが、この日本の地域は眠ってるんだと。うんうん、いうことを確認してから行ってもらいたいんですよ。知らずにみんな行っちゃってるんで。そう,そうね。だからそれを知った上で選択してるんならまだしも、ねうんうん、そうなんそうなんす。このレディオ、海外にまで届くかな届けて。 一回ハサミ来てもらったら、一回ハサミ来てもらったら、ハサミ町の良さ分かるじゃないですか。にそうっていうような町を我々今約50自治体させてもらってるので、うんうん、もちろんハサミ町だけじゃなくて、いろんな地域がむっちゃ魅力的なものが、毎日やっぱ感動、毎日出会う。こんな最高なこと、マジでない。うんうん、こんな海外行く暇、マジないよ、うん、みたいな。<laughs> 感覚があって。海外行っていいのは、もう新婚旅行の時だけですよ。ちょっと言うと。うん。その時だけ。その時だけ。その時、うん。日本の地域の魅力みたいなのを、本当に気づいてほしい。海外行ってる日本人。そう今日言いたかったのはそれあ、一番言いたかったのはそこ。前段ちょっとね、長なったかもしれないですけど、ウルタノーゼン市場はどうこう、ね、いろいろある。それはもう、ね。 そ,れはそ,れそうもうメディア出てる話なんで出てない話で言うとうん、うん、そこなんだとだから,だから、ね、もしこれを聞いてくださってるね、はい、リスナーの皆さん例えば、はい、スチームシップジョインを検討してくださってるあなたにはまさにこのスチームシップはその地域の宝を探す船なので僕らがしっかりといいものを掘り起こせば、うん、それこそ「お日本に住みたいね」と思う、うん 海外に行っちゃった日本人が増えるかもしれへんし。いや、でかい話ですね。そう,すそ,うすそうです、そうです、そうです。日本のためじゃん。そう、日本の底力を見せたろうで<ー>って思ってます。日本の底力見せたろうでって思ってる。<laughs> はい、思ってますし、<laughs> これを聞いてくださってるリスナーの方が、もしその自治体の皆さんやったら、多分皆さん気づいてると思うんですよ。あ、この地域にいいものある。あるいは当たり前にあると思ってるものが、うんうん、いや、それ、うん 見せ方次第でめちゃめちゃいっぱいある価値上げれますよって思ってますし僕らはそういうのが専門じゃないですかなのでそういうことをやっぱり一緒にやっていきたいと思ってますし自治体の皆さんに特にお伝えしたいののパイの取り合いとかじゃないですむしろパイ自体増やしていきますとどういうことか2.5兆円って言ったじゃないですかそれは全員がふるさとでしたっ ら、ラなんですけど、実は、プラスアルファがあって、うん、要は、帰ってきた日本人入れたら、ん多分5兆円ぐらいあるんですよ。2> うお !2 倍あるんじゃんわ。わかんないけど。 一人当たりがでか、ね、いですよ。一人当たりがでかいん確かに確かに。だって、仮にマーク・ザッカーバーグさんが日本人になったら <laughs> <に>、めちゃめちゃ一人で収めちゃうんで。確かに。そう、ジェフ・ベゾスさんとか、<laughs> そう。だから、孫さんが日本に住んでくれてるってことは、もうめちゃめちゃでかいんですよ、<ー>正直言うと。確かに。出てっちゃダメ。だって、東日本大震災の時、100億円寄付されてましたからね。だね。ふるさと納税で100億円寄付してごらん してごらんどうなるもうほぼ全国の全ての返礼品をそこ日本一位に都城さん196億とかですけど一人でね「父さん「地く入りました100億円で」ってなった時にこれゼロ間違ってんじゃないかってなると思うんですけど返礼品30億円用意しないといけないんでやばいでしょでもみたいなことだと思っていて。 そういう方々が海外にいらっしゃるのであれば、うんうん、そういう方々に日本に来ていただく動機に明確にこのふるさと納税はなるんですよ。なるね。まだね、ご存知ない、うん、日本人の方多いんじゃないかなとていて。いや、なかなかその視点にはならないですね。やっぱシンプルにその自分の身近なところというか、で考えちゃうから。そう,そうなんですよ。うん、だからみんなその自治体さんも当然、うちの町に寄付してくださいってメッセージだと思うんですけど、うん、僕は、 日本に住もう。うん、もうでかいね。そう、日本に住んでくださいと。なるほどね。ジャパニーズであれば。うん、うん、うん。ふうに思っていて。なるほど。そうなんですよ。っていうようなね、観点で。はい。見ていおます。よと仕事をそうさせていただいておりますので。はい。んかこう、ふるさと納税ってね、単にこう、パイの取り合いとか、ね、ここが儲かった、どうしたとか、そういう話ではなく、うん。 だって日本のね、借金返していかないかん。いや、そうですね、うん。経済良くしていきたいし、うん、みんながこう幸せに、ハッピーにしていきたいじゃないですか。っていう観点で、スチームシップは、そうお仕事させていただいておりますので、うん、非常にですね、頑張っていきたいな <laughs> 政治家 <laughs> 急に政治家政治家ではない。<laughs> ではない。うんそう ノッット・ト・バ政治家ではなくスチームシップクルーであるみたいな。なかなか広い視点で考えることなかったけど今、我々がやっている仕事がシンプルに考えれば日本のためになっていると間違いなくそう思うとまた頑張っていかなきゃなみたいな気持ちになりそれに共感した 人たちはぜひぜひ。そう,そうです、そうです。ですし、そうです。だから事業者さんが、うん、本当にいい商品を作って、はい、いかれて、はい、いる、うん、中,し中で、もっといいものを作っていかれればいかれるほど、それ自体がやっぱり日本の地域のために当然なっていきますし、うんうん、逆に言うとそういう品質がやっぱり良くなくなってきたよねってなってきたらやっぱ悲しいですし、ね、ちょっと言うと、 日本製品も使われんよねって将来言われてるって思うと嫌でしょうん、うん、悲しい。嫌でしょ、うん、いや海外行った時に絶対思うのが、え、うん、日本車めっちゃ走っとうやんか。日本の製品めちゃめちゃいいよねって言われてるので育ってるじゃないですか、我々に。そうですね、ねメイドインジャパンはすごいっていう。そう,そうそう。ただ最近、うん、いや、なんかそこがちょっと揺らいでるよみたいなニュースとかもちょこちょこ入ってきてる中で、うんはい、じゃあこっからってなった時にどこで勝負すんの 日本の地域でしょ、うん、って思ってて。なるほど。なぜならそれは、隠れないからっていう。<ー>そうなんですよ。なんか、ソーシャルゲームとか、いろんなコンテンツとかって、日本強いじゃないですか、コンテンツ、アニメとか,、ね、メとかいろいろありますけど、そういうのって、どうしてもこう真似されやすい部分ってあると思うんですよ。うん、技術的に。そうです、そうです、うんうん、そうです。 だけどそのもちろんカルチャーとか、うん、そのジャパニーズカルチャー的なところは真似しづらい、うん、プラス地域ってコピーできないのでうん、うん、オリジナルのジャパンコンテンツっていうのができるなと思っていてうん、うん、そういうものをこうまずふるさと納税を通して掘り起こしていく。 ふルさと納税っていう制度が、この地域の魅力、日本の地域をこうアップデートしていく存在になるし、ブ、うん、ルサ納税があることで海外に行っちゃってた日本人がこう日本に戻ってくるきっかけにもなるし、うんうん、そうやって日本全体の GDP が上がっていくみたいなことができれば、あ、日本人に生まれてよかったなとか、うんうん、この日本でもっと頑張りたいなっていう若者も増える。 いいことしかない。いいことしかないですよ。そう。だから、流出してるね、自治体の皆さんは、ごめんけど、そこはちょっと我慢してなんでかっつったら、いや、そこでも人口で増えとるやんって。そう。マイナスやったらいかんけど。マイナスやったら言うてください。そこはちゃんと考えますけどでも、自分の街の魅力、ちゃんとアップデートすれば、それなりに稼げるじゃないですか。うありますよ、みたいな。人口そんだけいらっしゃるんで、会社もあるわけじゃないですか。 だからさ、文句ばっかり言っても、まあね、変わらんですよと、と。できない理由じゃなくて、できる方法を考えましょうよ、と。うんううん、はい。私は思ってますけどね。<laughs> 政治 <家 S 1> <laughs> 急に政治家も。急に政治家も。ノットエイバットイイ。ノット政治家バットシしむしクル <laughs> エンドキャプテンみたいなね。な 何の話しよっん何の話やね何分経ったもんまあまあ四十分弱ぐらいまあまあ時間いってるじゃないですかちょっと社内向けぐらいのちょっとテンションなってきてますけど大丈夫ですかこれもう一個ぐらい聞きたかったんですけどもう一個ぐらい聞いてるできるできます多分ねよかったよかったいやでもねそのふるさと納税の捉え方ライタフ山的捉え方っていうところでどこでも取り上げてない新たな視点で今日はお話しいただいたと思う やっぱりその地域だからできるこその部分そこだけじゃなくって日本のために我々は。 いい仕事してるんだと。間違いないです。それは本当に間違いないです。とかそうじゃなかったら本当にこんなに頑張れない。なるほどね。すげえ頑張ってる。みんな頑張って頑張ってるから、そう本当にね。そこが確かにいろいろ思うこともねたまにありますけど、たまにねでも頑張ってる。そうぐっとこらえて、いや今も何度言わんとこうと思ってぐっとこらえて、そんなこともあるね。ありますあります。ハーフしばってねコツ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 毎日日々の積み重ね。 思ってね、やっておりますけれども、はい、その思いの先には。あ、日本の未来がね、明るくなる可能性があると、いうことを思って。お仕事させていただいておりますので。素晴らしい。感謝です。素晴らしいじゃない。ちょこちょこありますけどね。なんでみたいなことが。何そうそうそう、社内にはないですよ。社外に対してね。あ、な本当に一部なんですけど。はい。でって思うことがたまにありますけども。でも、そういう。 人たちにここそれ聞いいてほしですねやっぱこうふるさと納税ってこういうためにあるんだよっていうそうですねどうしてもやっぱり皆さんね目先のねそう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 皆さん言うとあれなんですけど一部のねもうほんとごくた握りのちょっとですねはいあるんですけどまあやっぱり真面目に我々は仕事させていただいてもうそれはね皆さん評価はい。 されるかどうか、どうん、まあ日本もね含めて海外からやっぱ注目されてますんでうん、うん、じゃあまだまだチャレンジの段階ですね、うん、我々もいやもうチャレンジは、うん、一生チャャレンジャーです。のチャレンジャーです、ね <laughs> <laughs> わかる人おるかなわかる人おるか分からんけど。いかんかん、ちょテンションが社内向けっぽくなってきてるんで、一応社外向けですよね、これね。社外に出しますよ。社外に出ちゃうんでね。もう本当に、あんまり喋りすぎると、ピン入れなきゃいけなくなってくるんで、この辺で今週は終わりにしたいと思います。このレディオもなんと残すところ、一旦、あと1回というところで。 名残惜しい気持ちもありますけれども、そうですね。まあそちらで、まあ全然そのリクエストを聞けてないんですけれども、はいはい、あのこういう話してほしいっていうことがあれば、<laughs> ね。<laughs> 一応コメントいただければと思いますが、ね、まあまた好きなことをしゃべっちゃうかもしれないですね。一応コメントください。はい。お願いします、はい。ありがとうございます。します。はい。はい それでは、はい、今週はこれで終わりというところで、はい、最後締めライツさん何かあります締めに一言あじゃあいいですかはい皆さん「うるさと納税本当に最高だよ! <laughs> <おー>」ほ <laughs> あ今日のが全部詰まった「最高だよ」という言葉いただきましたありがとうございます最高は最も高い「最高」もそうなんですけど日本を再び起こすと書いての最高でもあるんですダブルミーニングきたありがとうございますなのでそして再び考えるという意味での最高でもあるんですなのでふるさと納税「最高だよ」という。 メッセージは、実は深いと。<laughs> <laughs> 言い方はね、ちょっとなんかね、まあシンプルだったんですけど、うん、実は深いメッセージだったと。そうです、そうです。そうです。ふるさと納税は、はい、実は再びね、いろんなものが復活する可能性があるよと、はい。そうですね。いうふうに我々は少なくとも感じてますので、一緒に共感できる皆さんと、うんうん まあ仲間としてやっていきたいですし、あるいは自治体の皆さんであれば、同じ思いだっていう方はですね、ぜひともまたメッセージいただければ私参りますので。飛んでいきますからね。飛んでいきます。すぐ飛んでいきます。すぐどっか飛んでいきますので。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、いろんなコメントさまざまどしどしお待ちしております。またチャンネル登録や、えいいねボタンなど、よろしくお願いします。それではまた。 次回お会いしましょう、はい、バイバイババイバイ というわけででここからは MC 有沙のエンンディングトークです、えー、第9回目の配信終わりましたけれども皆様いかがでしたでしょうか、えー、今回はですねいつもとはちょっと違ってスチームシップの話というよりかは、えー、ふるさと納税の話をライタ藤山的観点で。 熱くく語っていただくというような会になったんですけれども、まあ、やっぱりそのふるさと納税の制度って東京一極集中を是正するための 制度なので、まあ、どうしてもそのパイの取り合いなんじゃないかみたいな話になりがちなんですけれども来田藤山的にはもそこじゃないよそういうところじゃないよもっと広い視点で、まあ、このふるさと納税っていう制度があることによって収入がたくさんあるけど税金日本にいたら 取らられすぎちゃうから海外に行ってしまった日本人を呼び戻すことができるかもしれないでそれって日本にとってめちゃくちゃ大事なことだよねっていう観点で ふるさと納税を見てるってっううようなお話だったかなと思いの、ね、で、まあ、やっぱりそのシンプルにただただその税金の対策ができるっていうだけじゃなくってやっぱりその日本各地にある、えー、本当にいいものまだ日の目を浴びてない本当にいいものを知れるっていうのはやっぱりその。 日本人私たちにとって大切なことだし戻ってくるきっかけにもなると思うしでまだまだその日本の各地に本当にいいものって埋もれてしまっているものもあると思うんですよ。 でそれも私たちが掘り起こして磨いて発信していくことによってその地域の事業者さんたちももちろんプラスになるしでその地域の税収にもなるしでそれがいいなって思って人たちがこの制度を活用して海外に行ってたかもしれないけれど戻ってくるきっかけにもなるかもしれないしもう本当にいいことだらけの。 制度なんだだよよっっていいうようなお話だったかと思いまで、えー、ぜひこのような考え方にこういいなって思ってもらったら SteamShip、えー、のホームページを見てもらってぜひぜひエントリーしてきてくれたら嬉しいなーなんて思っております、はい。というわけでこちらのラジオも残すところあと1回になりましたのでぜひ最後の回も皆さん聞いていただけると嬉しいです。それでは また次回お会いしましょうバイバイ